ちでクゾとかに引っかかるからうち見分け方わかんない。あ、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、オーマイガー、待って待って、まともなやつ選べ。オッケー、選べ選べ。超質問、超ぐるぐる、超ルーレット、あ、言われた、超言われた。僕たちが、あ、もちろん、僕たちが超重大。今回の企画は、はい、ルーレットークー、イエーイ。今回も恋愛相談を持っていきたいと思います。やった、第2弾、そう、第2弾、期限時間が20分でどれだけ短く答えられるか、はい、はい、にかかってます。お、でもさ、前回さ、スピード重視でさ、内容めっちゃ薄かったやん。いいや、あ、ルルかあ、ルルか自分か、ちょっと反省してて、うん、今回はちょマジで頑張る、うん、ちゃんとね、まあ、質問にあったようなね、どっちも両立する。私は前回1問か2問どっちか全然答えられなかったので、ね、うん、ちょっと今回は必要より量で、でも今回4人だからそうやな、ゆうかたくさん当たるかもしれない。当たるかも。じゃあ早速やっていきましょう。イエイエイおい、MC ぐだぐだー。じゃあ、ルーレットで、はい、いきます。はい、はい、最初誰が当たるかな。よし、ねるかちゃん、ねるど、お、ねーちゃん、ねるどだらん。スタート。はい、好きな人に告って振られました。友達としてよろしくと言われたけど、まだ好きでいてもいいですかね。いいです。はいはい、ん、え、いいですか。はい、どん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 ルル、ルル、はい。長続きする秘訣あれば教えてください。嫌なことも相手に伝える。よし、偉い、それはいいことだ。いいこと、いいこと。ねね、はい、ねね、ね、今年好きな先輩が卒業しちゃうんですけど、告白する勇気がないです。どうすればいいですか。告白するべき。どうすればいいですか。うん、手紙に、うん、手紙をこっそりなんか入れてみるとか。お、いいね、いいね、かわいい。うん、どんどん行こう、どんどん行こう、どん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 、ゆうか、うい、好きな人とめっちゃ目合うし、 LINE もめっちゃしてくるのに、スキピーないって言われました。どうすればいいですか。好きな人いるって聞く。おー、いいね。思わせぶりってこと。思わせぶりみたいな。ダメだよ。当たって砕けろ。砕けるかわかんない。砕けて、確かに当たれ、当たれか、アタック、うる、おー、すげえ。待って待って、こう、え、すごくない。こう、こう、こうだよ。この前振られてしまったんですけど、振られた後の立ち直り方を教えてください。うわー、友達で時間を潰す。うん、おー、うん、めっちゃいい。天才、天才、マジ友達大事。大事。お、うちだ。すげえ。え、すごい。すごい。クズの人を好きになっちゃいます。うわー、絶対無理。絶対ダメ。絶対ダメだよ。どうするの？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 うちでクズ男に引っかかるから、うち見分け方わかんない。あ、やばいやばいやばい。どうしようどうしよう。オーマイガー。待って待って。まともなやつ選べ。オッケー。ま、選べ選べ。友達にダメって言われたらダメ。そうだね。確かに。それ言うね、結構。行こう。はい。異性の友達から恋人の関係になるにはどうしたらいいですか？失敗が怖くてアタックができません。失敗を恐れない。もうかっこいい。頑張ってください。成功？かっこいい。あ、うちだ。かっこいい。はい、トメちゃん。隙バレして気まずい時に何話したら自然ですか？うわー。え、隙バレ、何を話したらいいですか？うん、何を話したら。なんか話せばいいんだよ。普通にすればいいの。あ、バレても？バレても普通にしとくのが大事。余裕を持とう。おお、頑張って。ナイスナイス。うる。はい。好きな人に避けられている気がするのですが、どうしたらいいですか？直接直接避けてるって聞く。おー、うん、それが一番だって。だんだん避けられたらムカつくもん。わかる。やからもう避けてんのって聞く。それです。強気で、うん、強気で行きましょう。ルル、お、ルル、好きな人と遊びに行くのにおすすめの場所。うわ、好きな人、東京だと知らんねんな。東京、じゃあ大阪だと、大阪、あ、じゃあ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 、はい、原宿、原宿、東京かーい。東京かーい。ゆうか、ゆうか、まだ好きだけど高校でお互い県外なので別れ話を切り出そうか迷っています。どうしたらいいですか。まだ好きならまだ付き合っておくべき。はい、それです。1個目、こっちだ。超仲いい子と超好きな子が超仲良くしてて超嫉妬です。めっちゃ超重大。ちょっと入ってけ、入ってけ、頑張れ。超入っちゃえばいい。超入っちゃえばいい。いいね。ずいしくいこう。厚かましく、うん、ゆうか。3月14日で彼氏と付き合って1年、これからも仲良くいる方法を教えてください。おお、言った。もう1年も付き合えたら、うん、まあ、今まで通り幸せに過ごしたらいいと思います。それが一番いい。ごめん、1年付き合ったことないんだ。
次こう、ゆうかゆうか、ゆうかだゆうか、ゆうかゆうか、次。うちの友達が彼氏を取ろうとしています。え、本気で狙っているのでキモい、どうすればいいですか。やばい、え、ハートが友達にやめてっていう。え、優しいね。で、彼氏には狙ってるっぽいから、うん、やめてよねって圧かける。そういうこと？じゃあ振り向くなよって。ああ、なるほどね。いや、振り向く男は男でダメなんで。そうだよ。うん、ねね、ねね。男子校に通っている高校生です。うん、彼女が欲しいのですが、どうすればできると思いますか？うわ、むずい。合コン。早くね。早くねか。早かったらしい。じゃあ頑張れ。女子校に行く。文化祭とかね。そう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 、うんうん、ナイスフォロー。ありがとう。うちうち。好きな人ができないんですけど、どうしたら好きな人ができますか。無理に好きな人を作らようとしなくて大丈夫です。そのうちできるんで。それです。ちょいちょい入ってくるんだけどね。あの子ちょっとガヤガヤ。ルールだよ。ガヤガヤ。あ、ガヤルール？ルール。さっきの逆。女子校での出会いの見つけ方を教えてほしいです。男子校の文化祭に行く。あとインスタで探す男の子を。いいね。うるちょろうるちょろ。推しとかいるよね。確かに。はい、自分です。はい、止め。彼氏と別れて5ヶ月経ったんですけど、もう好きな人がいるのって早いですか？いや、全然いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？別にいいじゃん。吹っ切れたら吹っ切れたね。うん、しかも5ヶ月って長くない？いや、わかる。長いよ、長い。結構長い。思い続けた方だよ。次に行く時だ、今が。ルル、あ、ルル、別に付き合ってたわけじゃないけど、好きな人が陽キャだから周りで女子ばっかりいてつらい。うわうわー、これこれね、よくよく。どうしようこれ。まあでも付き合ってないからさ、言われへんやん。混じるか。混じる。頑張ろう、頑張って入ろう陽キャに。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。ねね、はい、ね、他校の先輩へのアタック法を教えてください。お願いします。うん、LINE 毎日毎日毎日。いいね。いいね、毎日。あ、それは、DM 毎日毎日。あーあー、ドン。止め。あ、自分だ。どうしたらモテますか。自分磨き頑張ろう。うん、素敵。以上です。ゆうか。僕は今東京の5歳年上の人に恋してるんです。片思い歴2年です。絶対に結ばれないでしょうか。絶対なんてないのでアタックしましょう。おお、素敵。ゆうか、ゆうか、ゆうか、バレンタインでおすすめのお菓子を教えてくださいな。わくださいな。チョコレートですよ。チョコレートイエー。チョコレートチョコレートイエー。どういうチョコ。生チョコ。あ、最高。わ、うまそう。ねねねね。彼氏で手をつなぎたいって言えません。どうしたらいいですか。かわいい。手紙で手紙で手紙好きね。手つなごってのなんかこうポッて入れる。え、かわいい。はいはい、次。ねね、はい、ねね、ね、好きでもない人に好きって勘違いされてます。どうするんですか。ね、それは好きじゃないっていう、ちゃんと申し訳なさそうに。うん、大事やんな。そう、はっきり申し訳なさそう。最低のこと言って勘違いを打つ。あー、最低のこと。やばい。ダメダメ。はい、すいません。ルル。はい。男子がモテるのに一番大事なことは何ですか。うお、優しさと周りが見えてる人、気遣い、うん、です。おお。ルルルルルル。気になる人が自分に対してボディタッチが多いんですが、それって脈ありですかね。脈ありです。でもなんか無意識に触ってる人もおるからこうやって。だからなんかいい人か悪い人か極めましょう。よしです。はい。ルル。ルル。ルルルルル。ルルルルル。気になる子へのデートの誘い方が分かりません。理想の誘われ方、スポットなどがあれば教えてください。うわ、一緒に映画見に行きたいから見に行こうとか。うわ、あ、なんか一緒にってつけると、あ、みたいな。あ、素晴らしい。上手ですわ。素晴らしい。上手ですわ。上手ですわ。お、うち。女の子に DM してハートいいねで終わらされたら脈なしですか。あ、話の内容にもよるじゃん。確かに、確かに。これ以上返さなくていいって思ったら普通にポッてするし、うん、話を続けたいのであればハテナマークとかをよくつけるといいと思います。うん、なるほど、はい、なるほど。自分だ、自分。クズホの見分け方を教えてください。だからなんでさっきがクズばっか。やばい、やばい。クズホの見分け方、まずチャラい、
はい、チャラい。お前とか口が悪い、たまに不意にじゃない口が悪さ。確かに、ね、顔がまあいい。あ、まあいい。イケメンに限ってね。イケメンに限ってクズです。わかる、はい、自分に自信がある。あるのがダメってわけじゃないのね。いや、うん、あるのがダメってわけじゃないんだけど、この4つが揃ってたら。あ、揃った上で、ね、揃った上で。そう、次ねね、はい、ねね。好きな人とクラス教室の回数の違い、全く話す機会がありません。 LINE つなぎたいですけど勇気がないです。どうすればいいですか？頑張れ。難しいなけど、うん、売店とかでなんか手紙を渡す。売店と手紙好きですねいいと思います。はい、手紙は最高。最高。手紙だ手紙だ。ゆかゆか。好きな人のことを話したいのにバラされそうで誰にも相談できません。うわ、怖いよね。お母さんに話す。あ、ママだ。うちお母さんに話せないタイプだったのに。マジ？話せなかった。全然話したこと出る。僕は後輩に片思いしています。わお。その後輩には彼氏ができました。わお。諦めた方がいいですか？わお。彼氏ができたなら諦めるし、別れた後に狙おう。そう、うん、です。うわ、思い続けるな、うちだったら。確かにルルも思い続けるかも、ね、でも表には出さない、うん、です。ゆかゆか。同じ学校の好きな先輩に告白されて3日で連絡途切れたんですけど、どうすればいいですか？付き合って3日で連絡途切れたってことですよね。あの、スタンプ送る。とりあえず、もしもしみたいな。いいですか？うん、ゆかです、うん、あ、ゆか。スキピが最近冷たいです。話したいけど自分から話しかけにくいです。冷たいの？どうして冷たいのって聞くか、うん、友達越しに何かあったのか聞くと思います。なるほどね。ねね、誰か言った、はいスキピスマホ持ってなくて辛いです。何歳なんやろ。もうじゃあもう手紙交換。おお、出た ね、 ね、やっと使えた、うん、よかった。手紙交換よかったよかった。ゆうかゆうか。二度クマってどういう心理ですか？ああ、思います共感タイプ。ちょっと未読間じゃないのでわかんないんですけど、ストレス溜まりますよね。どういう心理かはわかりません。ダメダメ。自分コメイクの好きなタイプが聞きたいです。おお、すごいじゃん。すげえ言っちゃった。ダメ。好きなタイプですか？うん。何？一つ目は仕事ができる。はい。二つ目ギャップがある。三つ目自信家。話を振ってくれる。うん。笑顔が可愛い。残り40秒です。うわ、ちょっとクズ要素入ってたけど。やばい、めばい気になる。やばい。そうなんですよ、そうなんですよ。気づいてしまった、ルルさん。ルレット。結構クズ。いや、でもまだなんか細かく言ったらあります。あれ、そう。だからうちクズに引っかかりません。ダメだって。もうクズに抜け出して早く。あと優しい人が好き。もう危ない危ない。あんた危ない。ルル、はい。2年片思いしてます。卒業式の日告白して吹っ切りたいです。勇気をください。頑張れ。ファイティン。頑張れ。こういうことしかできない。10秒やれ。なんで言うの？やれ。コンコク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 。年齢差カップルはどのぐらいまで許容できますか？もう全然全然、もうこんな幅広くても全然 OK です。答えたんじゃない今回も。結構いけた、うん、ちゃんと真面目な回答したよ、うんうん。言い忘れた悩み事の解決法とかありました？ちなみに。言い忘れてつ、なんやろ。いや、うちの好きな人のタイプは乗せないでクソさ。クズをクズを。いや、もう危ないよね君。いや、本当に。ほんまにかかる。本当にクズなことされても笑顔可愛かったら許しちゃうじゃん。いや、疑問に思ったことはうちも言うよ。で、うん、仲直りしたら普通に許す。あ、クズなことされても。クズなことって何？浮気とか。浮気は許さないよ、うん、一生許さないよ。そうか、じゃあいいかも、うん、